山本太郎は日本の政治家、元俳優、タレント、令和新選組代表、参議院議員、自由党共同代表権政策審議会長を歴任した。兵庫県宝塚市出身。1990年高等学校1年生の時に天才、たけしの元気が出るテレビのダンス甲子園に3人組、アジャコング トツカヨットスクールズのリーダーとして出場し、芸能界入り。1991年、映画代打教師秋葉、新天です。の順守役で、役者デビュー。それ以来、田舎の気の良いあんちゃんなど、肉体派でありながら、どこか、素朴さを持つ、優しく真面目な面と、ヤクザの若頭などのコア表もできる面が定着し、50本。 以上の映画やドラマで俳優として出演したほか、バラエティ番組での司会やナレーションなど多方面で活躍した。演じる役のほとんどが関西出身の設定であるため、関西弁で演じている。所属事務所はネスト。フリーランスの俳優となってから主演した2012年公開の映画エデンでは、新宿2丁目のショーパブの店長であるミロという役で、初めての芸役に臨んだ。 後日の反原発運動を起こして以来久々の本業復帰となったが、プロデューサーのリオートリサカイから打診があった時には、この時期に僕の主演映画ですか。リさんは勇気ありますねと答えたという。テレビドラマ出演デビューは1992年の幸せの決断で、1996年には NHK 連続テレビ小説二人っ子にヒロインの相手役である。 海藤ト平役で出演。南ン金融伝南の帝王シリーズでは、マ田銀次郎の射程、新城・コ平役として、第三十作、破産金融や殺しから、第四十九作、仮面の女まで五年間出演した。二千年の映画、バトル・ロワイアルでは、主要人物の一人である、カータ・ショーを演じた。二千四年には、NHK の大河ドラマ、新選組、に、 原田サノス契約で出演。また、NHK 教育のトーク番組、トップランナーでは2005年から2008年まで司会を務め、世界ウルルン滞在期での体当たりのレポートでも人気を博した。また2003年12月に開催されたサントリー1万人の第9代21回公演に一般参加者に混ざってテノールパートにて合唱出演。当時、第9は、 愚かクラシック音楽を歌うこと自体、初めてだったという自身の公演本番に至る、奮闘ぶりは、後日に放映された、1万人の第9ドキュメンタリー、1万人の第9山本太郎、第9を歌うにて紹介された。2011年4月、半原発運動を開始。同年5月末には、シスカンパニーを退社し6月には、 退社前に決まっていたミュージカルに出演したが、その後フリーランスとなり、エデンなど映画、舞台等小規模作品にコンスタントに出演していた。2012年4月、太陽光発電設備の販売や施工を手掛けるソーラーリフォーム社に正社員として就職、営業を担当。反原発運動のため俳優としての仕事が減り、収入が十分の一になったとコメント。 2012年12月1日、第46回衆議院議員総選挙への出馬と政治団体、新党今は一人の立ち上げを表明し、同年12月5日に総務省へ届け出た。最終的には東京パックから無所属で出馬。主に反原発、反 TPP 等を訴え、71028票を獲得するも時点で落選した。山本は、 自民党が圧勝したことに憤慨し、報道陣の前で、このままでは極局化が進んでしまう。日本から脱出した方がいい。はい、終わり。日本は終わりです。皆さん脱出した方がいいんじゃないっすかと述べた。2013年7月21日の第23回参議院、議員通常選挙では、東京都選挙区から無所属で、出馬666,684票を、 獲得し4位で初当選した。選挙に際しては、生活の党、社会民主党、緑の党、新社会党の各党の支援を受けた。2014年2月に行われた第19回、東京都知事選挙では、脱原発を公約した、共産党、社民党、新社会党、緑の党推薦の宇都宮健事、民主党、由愛の党、 生活の投資援の細川森弘いずれへも、表立っては支援せず、脱原発候補への投票を呼びかけるに止めた。結果は、自民党オート連、公明党と本部推薦、新党改革支援のマスゾ洋一に大敗し、山本は、効果的な動きができなかった、自分自身の不甲斐なさを感じると述べた。また、細川について、細川さんは、ワイドショー選挙をできると思って、 メディアを信じていたようだが、それは大きな間違いだと指摘しつつ、反旗を翻した、ファイティングスピリットは感動したと脱原発を公約したことを評価した。2014年3月19日に、新党一人一人への名称変更を総務省へ届け出た。目標は脱原発勢力を結集させる、国政政党を作ること。今後は、各地の国政選挙、地方選挙に、 候補者を擁立していくことを目指すとしている。2014年4月に衆議院、鹿児島2区で行われた補欠選挙に回後福祉士で脱原発活動家の有川義子を党として公認した。結果は日本共産党の候補者を上回る票を得たが、6人中3位で落選。2014年12月14日投開票の第47回衆議院議員総選挙では、 東京パックから立候補した民主党の縁より声の支援を表明したが、結果は落選した。選挙後、山本は政党要件を失っていた生活の党に入党し、政党要件を回復させるとともに、透明を生活の党と山本太郎と仲間たちに改めさせた。また、山本は無所属の会を提案したが、小沢は、 生活の名を残すことは譲れなかったので、この名前になったとも言う。2015年1月より、内閣委員会、行政監視委員会、東日本大震災復興及び、原子力問題特別委員会、国の統治機構に関する調査会に所属。2016年の第24回参議院議員、通常選挙では、 東京都選挙区から立候補していた三宅洋平を支援。同年10月12日、生活の党と山本太郎と仲間たちが自由党に党名変更を決定したことに伴い、党籍を自由党に置いたまま自身の政治団体山本太郎と仲間たちから次期衆議院選挙で東京ブロックで候補者擁立を目指すことを表明したが、最終的には擁立を見送った。 2018年10月、フランスの人民共和連合党首と国際情勢にまつわる意見交換が行われた。2019年4月10日、夏の参議院議員選挙に向けて、同月下旬に自由党を離党する一方、新たに政治団体、令和新選組を設立。二千十九年七月、第十五回参議院議員通常選挙に比例区より、出馬、比例区の 全候補者で最多となる99万1756票の個人名票を得るも落選。令和新選組の得票率が4.6%であったことから政党要件を満たした令和新選組の党代表となる。なお、選挙期間中には山本の政権放送動画が84万回再生される山本と安倍首相による自民党の政権放送を比較した。 動画が130万回超再生されるなど盛り上がりを見せる山本の街頭演説の動画が SNS で大量にリツイートされるなど SNS 上での選挙戦略も含めその勢いは社会減少化、令和フィーバー、令和旋風などとメディアで評され選挙後には自身は議席を失ったものの令和新選組は躍進と複数の記事で報じられ 複数の野党から連携を持ちかけられるなど、注目される存在となった。2020年東京都知事選挙2020年7月5日、執行の東京都知事選に出馬するも、得票数3位で落選。得票数は65万7277票。7月7日、福山哲郎が、支持層が重なっている、山本太郎さんが、最終局面になって出たということで、 野党側の票が割れることは自命になったと恨み節を述べたと報じられた。7月5日、山本は高かった、百合子山1億2970万4391円の寄付金が集まり、選挙に関する支出は1億2450万777円と記者会見した。2021年9月8日、 市民連合が国会内で開いた会合に出席し、市民連合が仲介する形で、次期衆院選の事実上の共通政策の締結に合意した。2013年10月31日、園遊会において、秋人天皇に所管を直接施行した。宮内庁次長、山本信一郎は、同年11月5日の定例記者会見で、園遊会の招待者には、 陛下のお近くで写真撮影をしないなどの注意事項を示していた。園遊会は、各界で活躍された方を招いて、ご苦労をねぎらう場所。常識的に判断されるべき問題。こういう状況で渡されたものなので、事務方で預かり、陛下にはあげていないと述べ、この手紙を天皇に届けておらず、今後も届けることはないことを明かした。またもしも手紙を返却してほしいという希望があれば、 返却すると述べた。同年11月8日、参議院議長の山崎正明から厳重注意と、皇室行事への参加を、任期中の間は認めない処分が、言い渡された。山本太郎の説明記者会見や取材などに対し、山本側が、以下の説明を行ったことが報じられている。メディアその他の見解影響、余波2016年1月。 国立競技場建設に伴う明治公園の野宿舎、強制排除に際し、その支援者からの通報を受けた山本太郎事務所がスポーツ庁に問い合わせ、結果的に当日は中止に持ち込んだ。本件で山本は国会で質問する予定だったという。竹島発言とその真意2008年7月20日放送の読売テレビ、高人のそこまで行って委員会で、 竹島は韓国にあげたら良いと発言し、ネット上で批判が集中したため同日ブログに謝罪文を掲載した。2012年3月16日、フレンズアフター3.11劇場版のトークショーにて番組の編集で発言の前後がカットされ、この部分だけが放送されたものであり、韓国の実力行使に対して竹島は日本の領土であるというだけで何もしない。 日本政府に葉っぱをかけようという趣旨の発言であったと、謝罪文と同様の説明をした。また2012年7月15日に、同番組に再出演した際には、竹島を上げてしまえばいいというのは、本当にそのまま上げてしまえばいいというわけではなくて、尖閣みたいに、中国と日本の間で暗黙の了解みたいなものがあるんであれば、 なんかその均衡は保てるでしょうけど、竹島に関してはそうじゃなかった。もっと早くに手を打ってるべきだろう。お尻を叩く意味での発言であったと釈明している。東日本女子駅伝を中止に2011年11月5日の BS ジャパン、デキビジにて、東日本女子駅伝を中止に追い込みたい。復興しましたよってアピールのためだけの行事などと発言した。これに対して主催者である、 東北陸上競技協会理事長の安田信明は放射線量も毎週計測して大丈夫だという判断になっています。駅伝なので走る時間も限られている。復興の象徴として盛り上げようとしているのにこの発言は風評被害になりますよ。福島県民に対して失礼なんじゃないかと発言した。森友学園問題における 発言2017年3月2日の参議院予算委員会で森友学園問題について安倍晋三に対し妻の安倍明をロッキード事件とかけてアッキード事件と皮肉る発言をしたこの発言に対し安倍はその言い方は限度を超えている人の名誉を傷つけるために委員会を活用することは極めて不愉快だと抗議しているまた当時の予算委員会委員長 山本和太はこの発言を問題視し、措置を取る可能性にも触れている。NHK 受信料ボイコット発言公共放送で、ある NHK に対し変更報道が行われていると主張し、NHK が掛け問題に対して政権への忖度報道を続けるなら受信料の支払いをボイコットする。公共放送とは言えぬ変更報道だ。視聴者がスポンサーということを、 NHK 首脳人と NHK 報道は思い出す必要があると発言している。例は新選組設立に関して旧体制を守る組織である新選組を名乗ることについて池上明から指摘された際維新を名乗りながら政府側にべったりな人たちもいるので気にしないでくださいと回答している。出演作品の順に記載する。役名が太字は主要人物で がついている場合は、詳しい役の大きさを記述する。関連書一部参加2020年、東京都知事選挙新党一人一人に関するカテゴリー。ありがとうございます。